やっぱ大人な配信者として対戦相手のプレイヤーさんをより一層大人に仕上げて、まあこれから社会に出られる若い子たちに対してさ、やっぱあの体制をつけるというか、まあうまくさ社会に適合していくためにはさ必要なことだからさ、大人にしていくか。とにかく大人を量産していこう。この大人が俺より年下は子供ですか。いやそんなことないでしょ、俺結構年やからな。2つ下で36やねんか。もうおじさんやねんか。おじさんやぞ36歳は。いくつなんですか瀬城おじさんって。36です。やっぱおっさんややばいんだけど。ザ大人のペイローズ始まります。どの人が大人になりたいのかな。まずどの人が大人になりたいのか確認をする必要がある。わー、おそらく俺よりも大人の人が来たな。どうする、そういう場合。ちょっと今俺よりも大人な人を大人にしていこうかなって思うんですが、ばー、あそこであれだね、大人のトラップを仕掛けてるね。さあ、大人なチェイスを始めましょうか。あのおじさんをもっとおじさんにしちゃうんだから。だからこの辺仕掛けとらなかった。そんなことない。いやこれ無理だな。いやいけるか、なんとかいけるか。大人、さあ大人のほろ苦いここのちょい店。素直に来るな。だいぶ大人になったぞ今ので。ちょっと待って待って、実は俺の方が大人にされるパターンこれ。今から実は俺の方が大人の階段を上がらされる感じ。そんなことねえか。Thank you. Muri.持ってきたわ。あ、いいですね、いいですね。間に合わなかった。
やばいやばい、みんな大人になっていく。やばいやばいやばい、大人にされていくみんな。状況敵を持っとったんかな。やばいな。ナイス。もう、もう大人になっちゃったよ。大人にさせられちゃったわ。なるほどね。やっぱり俺らも年上やったな。すいません。じゃあそっと、やっぱ引き際大事だよな。大人やからさ、引き際が大事。あ、もうあかんなと思ったらさ、さっと引こう、さっと。